はい、中3英語でした、ね。現在管理を復習しました。まあ、ここのところ統一テストをね、過去問やってみたり、まあ、統一テスト実際に受験したりなんていうことでね、ちょっと離れてしまってた。まあ、ただ学校も始まってようやくこの現在管理のあたりもね、入ってきてるようだったんで、まあ、ちょっとまた戻りまして、まあ、復習ね、まあ、確認、もう一回確認してみようということで、本日やってみましたですね。ということで、現在管理というのはですね、この have, has, plus 過去分詞でしたね。have または主語によっては has、それに動詞の過去分詞形というのを続けて、まあ、大まかにですが3つの用法があったんですね。まあ、その中で今日は継続を表すものと経験を表すものっていうのをね、ちょいと復習したところでありました。はい、この2つ、ね、例文として出してます。これが継続ですね。継続ですね。はい、そしてこっちが経験と、ね、いうことでの例文でありましたね。経験と、ね、いう例文でしたね。はい、じゃあまずね、継続からいってみます。はい、継続っていうのはね、過去に始まった動作何が今もまだずっと始まってますよね、続いてますよっていうね、そんな表現するのがこの現在完了の継続でした。よく一緒に、はい、for とか since なんていう言葉が使われてきます。はい、for のね、for にはそもそもこのね、何々の間ぐらいな意味があってね、後には期間が続きます。はい、ですから3 years、3年の間、つまり3年間ということだ。はい、ずっと何々している、そんな調子でいくんですよ。ね、はい、ですから主語と言いました、私はね、はい、3年間、はい、ずっと何してんすか、日本で働いていますということですね。はい、私は3年間ずっと日本で働いていますね。3年前から働き始め、今もまだずっと働いてるよということですね。間違っちゃいけないのはね、過去で取ってしまう人が多いんですよ。過去形にしてしまうね、ずっと働いていましたとかってね言っちゃうんだけど、働いています、今も働いてますよ、現在形ですね。はい、そしてもう一丁、この since なんていうのがよく一緒に使われて、since っていうのはですね、はい、いついつからぐらいな意味で取っていくんですね。はい、ですから彼はいつからいつから、ラストウィークから、先週から、はい、ずっと、なんだろう、busy 結構ね、これ意味知らねえよっていう人がね、出てきちゃったね。忙しい。ね。はい、ですから彼は先週からずっと忙しいです、なんていうのはね、今もまだ忙しいんです。先週忙しかった。今もまだ忙しい、大変ですね。ということなのよ。はい、ということで、過去に始まった動作が今もまだずっと続いてるよっていうのが、この現在完了、継続ですね。for とか since よく一緒に使われます。はい、もう一度出てきた経験ですね。経験は、まず回数を表すような言葉。例えばですね、1回なんて言うんでね、once なんていう言葉だ、ね、2回なんて言うんで、twice なんていう言葉で、3回以上はね、なんちゃら times っていう風に書いていきますね。はい、ですので、ちょっと前後しますが、はい、ここみたいに、3 times ね、3回なんていうのがありました。はい、というような具合で、はい、まず、ここにほら、ね、今紹介した before、ね、まあ、紹介してねえな、ほらな。とかですね、こういった回数を表すような言葉とか、before っていうのはね、前にというような、以前にとか前にという意味があるんですが、こんな言葉が一緒に使われてくることが多いでしょうか。はい、ですので、じゃあちょっとまた確認しますね。経験です。経験ですから、何かしたことがあるんですね。はい、私は、はい、前に、以前に、はい、ザブクソの本を、リード、まあ、レッドですけどね、発音としてはね、まあ、読んだことがありますということですね。はい、私は前にその本を読んだことがあります。経験ですね、経験ですね。はい、そしてこれだ、She has been to Kyoto, ね、three times, ね、先ほど言いました。はい、ここは言った。はい、3回。ね、3回、回数来てますね。はい、そしてここではもう一つですね、はい、重要なというか表現がありました。この have has been to ですね。have has been to ね。まあ、C ですから has になってますが、まあ、have ね、have been to なんていうことでね、はい、これどこどこへね、行
ったことがある、ね、行ったことがある、ね、どこにもその合併言葉はねえんだけど、ね、これで行ったことがあるというふうな意味になってくるんだわ。はい、ですからこれはこれで覚えてもらうしかない。はい、ですから She has been to Kyoto、ね、で3 times ですので、はい、彼女は3回、ね、3回京都に行ったことがありますなんていうようなところでしたね。はい、ということで、まあ特進の方ではね、今日はその官僚の方までは、ね、確認できたんですが、まあ、普通クラスの方というとこのね、経験のところまでしかちょっと進めなかった、ねということですので、まあ、とりあえず今日この回はこの2つの確認ということでね、まあ、復習してもらえればよろしいかなということでした。スタートで入れたさすがに B 動詞の復習ね、1年生の復習入れてみましたが、これは大丈夫でしたですかね。はい、それなんで、まあ、ここら辺ちょっとまだね、学校で、まあ、やったりやってなかったりなんていうのでね、で、まあ、こちらではやったけど、やっぱりちょっと間が空いちゃったんで忘れちゃったなんていうところもあったですな。ですので、まあ、ぜひとも思い出しておいてもらえればということでございました。はい、ということで、やはり、本日の内容、ちょっと短めにね、やってみました。どうでしょう。